階は今のような暗い時間帯、真夜中の時間帯に起きました。現在工事の明かりがあっても川の状況というのはなかなか見えないんですが、こちらの地域にお住まいの皆さんはその暗い中で避難をしなければならなかったということで、大変怖い思いをされたと感じます。だんだんと気温も下がって、